いや、高田さんだからっていうわけじゃないんですけど、まあ、掴んだら投げる、投げたら、決めるという、ね、その他に少し、変則的に投げてから蹴るとかね、相手がテイクダウンして立ってきたところを蹴ったりとか、そういうことも考えて練習してましたけどね。特別な練習っていうのは別にしてないんですけど、とにかく彼はスタミナがあるんで、僕も、まあ、長丁場になった場合にね、スタミナで、まあ、技とかそういう部分ではそんなに遜色ないのでないと思ってますんで、スタミナの部分でね、これ切れてくると敗因になりますんでね、走り込みをいつもより多めにやりました。あと蹴り込みですね、はい。一回もう高田さんのペースになっちゃうとバババッと押してくる人なんでね、高田さんのペースにならないようにならないように注意して試合しないとすぐに勝負がついちゃうかもしれません、ね。まあ、全て気をつけなきゃいけないんだけど、結構最近こう自分の試合ペースっていうのをなんか自分見てて思うんですけども、作り上げてみたきたようなね、自分の試合のペースっていうのはすごくこうできてきてるんじゃないかなと。そのペース持っていかれると、そのペースというのはすごくさばきがうまいっていう、で蹴らして全部それをさばいちゃうっていう、で一つ一つの技を見て慌ててさばくんじゃなくてね、もう瞬間的に綺麗に、かわされるっていうのはすごく、まあ、この半年間山崎選手の、ね、試合見てて感じたんで、そのペースに、まあ、持っていかないように、まあ、かき回してやろうかなと思ってますけど、はい。我が子より山崎和夫選手の入場です。
Yeah.
頑張れ。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 
まあな。決まってないだろ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 。決まってHa ha ha!
21分40秒。